ジューンベリーはバラ科イフリーボク属に属する小木。日本では果樹として少しずつ普及が広がっている。ジューンベリー落葉で樹高は0.5から8メートルほど。早春に五弁の白い花を咲かせ、果実は直径7から10ミリメートル。6月頃に国史に熟し、細かい種子を含む。果実が6月に収穫できるところから、ジューンベリーという名称がついた。 寒さには強いが、夏季の乾燥には、やや弱い。一本でも結実性が高く、日本でも育てやすい種である。カナダのニューファンドランド州から、オンタリオ州まで、アメリカのメイン州から、アラバマ州にかけての標高200メートル以下の低地に、多く分布する。特に海岸線に近い地域でよく見られる。地域により、様々な別名が存在する。カナディアンサービスベリー。 カラントツリー、シャットブッシュ、シャットブッシュサービスベリー、シャットブロー、シュガープラムなど、禁煙種とも似た名称が多く紛らわしい。由来については、ザイフリー牧属を参照。甘く癖のない果実は、生食に適するほか、パイやジャムの材料としても利用され、様々な薬効成分の研究も進んでいる。北米では、庭木や街路樹要としても大変人気があり、花、 果実、紅葉を楽しむことができる。また、盆栽の素材としても適している。ありがとうございます。